さあファミコンジャンプ2、おそらくラスダン来てます、帰ってまいりました。そして装備見てください、パワーニョイボー、防具は光の道着も装備してます。この真上に見えてますね、宝箱今も開いてるんですけど、あそこに光の道着が入ってたんです。はい、ついでに拾ってきました。タルルートは、ハイベロリンガー購入してまいりました。はい、タイソンはまだ派手なガウンのままですけども、これとりあえず武器に関しては今現状手に入るおそらく最強の武器だと思います。はい、さあ行こう。実はね全部逃げてきたんで一回も使ってないです、初めて使います。おい、あんま変わってない、あ、ちょっと鮮やか、下はちょっと鮮やかやな。如意棒はちょっと分かりにくいっすか。威力は上がってますね、多分1しか入らんかったもんね。リバイバー、スーパーマン、リバイバーということは当然生き返すってことかな。ただまあ単純攻撃力上がってるはずなので、技の威力も総じて上がっているはずですけどね。リバイバーは倒さない、でも今一匹一応気絶しとるはずですけど、何も反応なしですね。よう分かんないですね。やっちゃっていいのかな、やっちゃっていいのかな、そのままあいつには入らない。角から出てきてパンチドンみたいな。オッケーオッケー。ちょっとね、あー、おったおった、こいつや。余計な経験値に入るの嫌で全部逃げてきたんで、レベルは何も変わってません。バッフラー来たな、こいつ笑ってばっかりなんですよね。いやいやいや、遅かったのせい、食待ちかねたぞ。約束通り君たちを歓迎いたそう。ゼドー様の作りし我が七将軍もすでに私一人となった。憎しみと恨みを同じ皿に乗せてたっぷりと食わせてやろう。うまいこと言えてない、うまいこと言えてない。いや多分瞬殺やと思いますね、正直。うわー、なんやこれ、うわ腹巻きみたいな、なんすかねあれ、前掛けみたいな、ブサイクやな。なんかブスが多いんですよね本当に。くらえ、回しみたいな、そう、相撲取り感覚。僕は入らんね、入らんね。どうしようかな、まず通常攻撃いってみようかな。ガンガン、あーまあ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 って感じか。こら、通常攻撃の方が効くかもねっていう感じですかね現状。ちょっと薬瓶、まあ、安全にいきましょうか。こっちは必殺技いってみる。こら、効いてる効いてる、やっぱタイソン火力すごいな。オッケー、よーし、いったいった、お金もめっちゃもらえた、もういらんけど。ぬおー、我らが手に勝利の炎があるというに、なぜなぜに勝てぬのだ。ゼドー様、暗黒が支配する世界を作るため力をお示しください。もはや私はこれまで、さらばだ戦士諸君、お疲れっす。なんかね、あんまり雑魚が出てこないんですよね。こいつの横触った時だけ雑魚出る感じかな。今止まっとるからさ、めちゃくちゃやりやすい。雑魚の数がすごい少なくなってる。ロボット系の雑魚が停止してるということを描写してるんかな、これ。探索はめっちゃやりやすい。ゼドー様のパワーが間もなく最大になる模様です。マジか、マジか、どこにおるんよゼドー様が。ゼドー様のパワーが間もなく最大になる予定、マジか。ちょっと登っていったん、あれ、あ、使えてない状態やったのか、ロボフィッタン。そういうことですか、そういうことか。こいつらは今警備をしとるんやね、これ。あ、邪魔しとったんす、すいません、気づいてませんでした、まったく。
フロア移動したらロボピッタン使い直さないといけないんですよ。そうそう。オッケー。邪魔したね。明らかに邪魔したね、これね。オッケーオッケー。来い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 。来い来い、かかって来い。あれら。シュー。あ、間違えた。まあまあ余裕なんだよね。じゃあ、お？これ扉？うん。さらに地下へ。多分ね、タイソンのガウンもね、探せばきっと宝箱どこかにあるんだと思うんですけど、もうスルーしちゃってる可能性が高いっすね。ロックマン変わり果てた姿に、とりあえず、まあでも強敵よな。おそらく石化、最後の石化やろうでしょ。弱いな。渡るルートに任せよう。お、わ、すげえ、キモ。いや、これはすごい増殖系か。めちゃくちゃ効く、カメハメハが。パワー如意棒のおかげですかね。火力が上がってるのはとんでもなくダメージ効きますね。一応攻撃力が、悟空が22、タルルートが19で、タイソンが21と、やっぱまあ攻撃力ももう悟空が一番上の状態。これはでも多分効かないですよね。リバイバーには多分効かない。効くんかい、効きにくい。たまに入る。どうしようかな、リバイバーやった方が確実か。わあ、わあ、なるほど。うわ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 、すげえ。めちゃくちゃすごい。ただ何匹生み出しても一緒なんだよね。大量出血、大量出血。いや、ここまで強くなると楽しいな。こいつはもうあれですね、もうベホマ的な、もうほぼ一発で全回復って感じですね。うわ、出た。え？え？これは？回り込むのか。いや、あー、キントーン、いや違うっぽいな。キントーン無理っぽいな。船やね。ポイポイカプセル持ってきといてよかったな。たまーに、あの全然関係ないですけど、たまにホイポイカプセルのことをポイポイカプセルって間違ってる人がいるんですけど、ホイポイカプセルですからね。ドラゴンボールのゲームするときいつも言ってる気がするけど、ちょっと待って、ちょっと待って、めちっちゃ、めちっちゃくない？すっぴんやねこれ。行こう。うわー、おった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 。決戦かな、最終決戦かな。ちょっと確認しましょうか。ラニングキャノン、これや。ラニングキャノンはまあタイソンでいいか。ラニングキャノンを打ち込まないといけないね、多分。むふー、見事なものよ悟空、よくぞここまでと褒めてやろう。バッフラーでも仕留めることができなかったとは。まあよい、わし自らの手でお前たちを葬ることにしよう。が、その前に悟空よ、聞くがよい。これはわしとお前たちとの単なる戦いではない。正義を名乗る者と悪を崇める者との永遠なる戦いなのだ。今この世を闇で覆い、我らが待ち望んだ世界を作り出す時が来た。さあ、ジャパンの最強戦士たちよ、過去から見られて反対絶対悪プソース。
よし来い。あれ椅子座れてんのかな、椅子いる。わーうわーうわーうわー、なにこれ、また邪魔なもの置くんか。じゃあもうタイソン全く無意味か、あのパターンですよこれ。だからバリアに守られとるから、一旦タイソンはちょっと待ってね、一旦ちょっと待ってね、防御してキャノン、キャノン、ラニングキャノン、ここで打ち込んでいいのかな、ちょっと分かんないですけど、ラニングキャノン、よしよしよし、ん？効いたのか？うわうわうわ、さらにさらに、バリアは剥がれたね。これ移動できないんですよ。どうせえと。かといってこれ倒せるわけでもないんですよね、この渦巻きが。いつか渦巻きが移動するんでしょうか。あるるー、効かないですもんね。ここは耐える感じなのか。ちょうどうまいこと列のところに入らないと厳しいからね。たまたまね、前はうまくいったけども、まあ、タルルートの必殺技でじわじわとダメージは入るかもしれないですけどね。ああ 0.5 は入ってるっぽいのよな。これでももう、あ、まあそうか、タイソンもまあいけるっちゃいけるか。真正面にさえ来てくれればパンチは入る、飛ぶからね。いやーこいつ腹立つな。今までのなんていうんですかね、今までの戦いを全否定してくるこのシステム。とりあえず防御、まあ、タルルとは必殺技0.5 ずつ削る感じ。いや、こっち来ないっすもんね。どうしよう。まあまあまあ、じっくり行こうか。何するってこともないのよ。ホタルルートで実質10ターン耐えればタルルートで勝てるけど、んちょっと寄ってきたけどな。左行っときたいですね、できれば。誰か一人だけでも。おっしゃ、いける。これは両方入るかな、いけるかな、カメハメハ。こらー、よし。ちょっと悟空を失うわけにはいかないので、回復しておきましょうか。タイソンも打ち込めるよ。この位置にいようか。その方がいいっすよね。そうなんや。これせっかく今まで使ってきたのに、なんか拍子抜けやな。倒した倒した。いや、これでこれで なぜだ、なぜに勝利の炎は我に輝かぬのか。我が力まだ足りぬというのか。のは我がしもべよ、七将軍たちよ、我に力当てて魂となったまったとそしてせいで。あー、今までのやつキョンネや。お前の強い足の力をオムニポ、宇宙にも羽ばたけるその背中の羽を、ロボテール全てを砕くそのダサさを、腕かんよ、その腕、もうそのまんま腕よ、アーマーグ、その他の鎧を。なるほど、名前に全部その秘密があったんや。ダークレイド、お前の牙は何者かだけど、バッフラー、その鋭い角、なんてお見事か。すっごい褒め上手、いい上司やわ。グフーか、これでよい、これで完璧な体、無敵の力を手に入れたぞ。最強の戦車機よ、その呼び名もこれを限りと思え。全部吸収したみたいなことなのか。うわ、おお、ボス戦かっこええやん。全然違う、すごいかっこよくなった、今までと全然違う。で
で、そしてぶん殴れるようになったと。オッケー。いや、こうなったらもうタイソン皮膚よ、これ。悪いが、やらせてもらおうか。イヤオー。よし。いや、1しか効かへん。2、2。ははは、なるほど。じっくり死ぬわけにはいかんのでね、タイソンを介護していくスタイル。じっくりじっくり。タイムストッパーはまだいらんかな。あるじゃん。あいあいあい、あいや、聞いてる聞いてる。ん？何？何？やばい。どういうこと？交代？使ってへん、使ってへん、わし。ジョジョ、ジョジョが駆けつけた。やばい！このシステムかよ。リョウツが駆けつけた。まさかの急に借り出されてこれ。いやー、聞いてる？ロケラン？あと一発、あと一発。あ、吸収された。オラ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 。勝手に死にかけて いかはる。よし、最後はタイソン決めた。最後はタイソン決めた。そしてタイソンレベルアップ。両津これ、ごっちゃん両津これ、青いな、メンツが。もう勝利の炎が離れていく。くわー、おい、メンツ変わっとるやな、わし。まあええけど、好きな3人ではありますけども。どこからともなく精霊の声が聞こえる。ジョジョよ、ジャンプワールドの最強の戦士たちよ。ジョジョよ言うてモテる。ジョジョよ言うてモテるよ、これ。ちょっと、え、ジョジョよ言うても、まあいいか。あの状態以上はちょっと。しかも多分やられたことあったんですけど、あの氷の攻撃、今まで一回もその効果が出たことなかったから、何が起こるのかっていうのは正直知らんかったですよね。多分見ていただいてる方もみんな、プレイした方以外は知らんかったと思うんですよ。こうなるんやね。よくやりました、悟空。あ、よかった。あなたたちの働き、人々も世界も闇から解放されました。あ、炎燃えてるね、がっつり。勝利の炎さえ奪えば正義に勝てると思ったゼドウが間違っていたのです。ゼドウは知りませんでした。友情、そして努力なきところに勝利などないことを。さあ皆さん、仲間のところにお帰りなさい。私はジャンプワールドに二度と災いが起きぬよう祈っています。いや、割と友情ありそうやったけどね。あ、帰っていく帰っていく。割となんか将軍たちとの友情は深そうな雰囲気でしたけどね。ゼドウも、ジャンプワールド、悟空ワールドに変えるのかな。あ、もう誰もいいひんわ。ありがとう悟空さん、よくぞジャンプワールドを救ってくださった。本当にありがとう。皆の修行の甲斐あって、最大の強敵も倒すことができたようだ。勝利に奢ることなく、初心を忘れず、これからも頑張るのですぞ。なんか上からやねんな。大切なのは友情、努力、勝利、そしてそれを信じる強い心ですわ。あなたたちこそまさしく神の使い、邪悪なものを振り払う正義の炎の持ち主です。あざす。最後はスタープラチナがやりました。さぞかし辛いこともあったでしょうに、あなたが行ってしまうと寂しくなります。また会えますよね。いいえ、もう冗談ばっかり。悟空さん、どうかお元気で。あなたたちのことは一生忘れません。ここに強制的に行けと。さ、なるほどね、最初の町ね。よーし、ご飯と父が待ってるわね。父の父でも触ったろかね。エンディングかな。
7人のヒーローによってジャンプワールドに再び平和がもたらされた。よかったな。1回目のね、キッキーもどうなることかと思いましたけど、もう2回もジャンプワールド救いましたよ。友情、努力、勝利の聖なる炎は光り輝き、世界を明るく照らしている。いいね。我ら7人の活躍は輝ける勝利の歴史として永遠に語り継がれていくだろう。まあ確かに、まあ、みんな頑張ったよ。ターちゃん以外頑張った。うん。私たちはいつまでも忘れない。正義の戦士、最強の6人を。いやー、よかったな。7っていうのはやっぱちょっとドラゴンボールの世界観にちょっと頼った感じなのかな。7ぐらいにしときましょうかみたいなね。ファミコンジャンプ2スタッフ、いやー、ありがとうございました。本当にユージ、ホリーさん、ホリーユージさん、シナリオスーパーバイザーが堀井裕二さん。ドラクエなんや。ドラクエの堀井裕二さんなんですよ。そういうことか。そら似るわな。そら似るわな。似たらあかんけど、似たらあかんけど、まあ似るわな。あれなんかロケランやね、あれ。やっぱりロケランっぽかったね。左にカット構えてポンポンみたいな。はい、荒木博彦先生、全く不老の、江川達也先生、ゴールデンボーイ面白かったです。ムキムキやな、ターちゃん。こんなオールバックみたいな感じなんですね。誰か似てます、ハルクみたいな感じでね。僕、鳥山明先生かっこいいな。僕、これが剣桃太郎、ほぼ使ってないですね。彼もちょっとだけ触ったからね。いやー、タイソンよかった。タイソンはほんとよかった。あのね、まあこのゲームの感想をじゃあちょっとずつ言っていこうと思うんですけど、まあ中でも言ってたんですけど、まあまずそのドラクエ的なものにもうそっくりと、はい。で、まあ堀井裕二さんだから、まあそれはそうなんでしょうね。はい、まあそうなっちゃうんでしょうね。まあで、まあそれをおそらくそのファミコンジャンプのプロデューサーも期待したということなんだと思います。ワンはかなりこう世界観がぐちゃぐちゃやったから、それをなんとかまとめるためにこうキャラごとの世界観を残しつつ、こうオープンワールド状態になったらちょっと雰囲気を一気にこうなんていうかな、全員共通の世界観にしていくみたいな感じでしたよね。ただ僕途中でも言ってたと思うんですけど、気持ちやっぱちょっとドラゴンボールに寄せてるというか、ドラゴンボールに頼ってる部分は結構感じましたけどね。はい、あのブリーフ博士とかね、あのカリン島とか、割とドラゴンボールに、まあ敵もそうですしね、割とドラゴンボールに寄せたなというような感じはありました。やっぱドラゴンボール強いっすよ。ジャンプといえばみたいな。今やったらワンピースなのかな、わかんないですけど、もしファミコンジャンプ、もうファミコンじゃないわ、もうファミコンじゃないけど、ファミコンジャンプ3がもし出るならワンピースとかになるんすかね。はい、僕はまあそもそもあんまりね、あのジャンプというか、まあそのジャンプという雑誌にそこまでなんていうかな、こう馴染みがなかったので、こうキャラによってはね、すいません、本当にあのターちゃんとか、それこそ、剣桃太郎とか、そこら辺はねもうほったらかしになった部分もあったんですけど、もう知らないキャラはもう正直使いたくないので、好きなキャラだけで最後までいけて本当に良かったです。はい、まあ、りょうさんも好きなので、最後使えて良かったなと、
はい。ちょっとだけですけど、使ってしかも別にダメージも入らんかったけど、まあ良かったなと思います。はい。あと、やっぱ、まあ悟空はもちろん好きなんですけど、まあ途中悩みました。かなりキャラ悩みましたけど、まあタイソンはね、まあ出身が僕、森田正則先生と同じということで、まあね、さらに格別の思い入れが実はあるんですよ。なので、こう、例えば、帝拳高校とかね、知ってる場所が、こう、モデルになってたりして、非常に思い入れが深いので、はい。もう、それもあって、より、ちょっと、はい。使えて、最後まで使えて、そして最後ね、正面からぶん殴れて、本当に良かったなと思ってます。はい。ということで、ファミコンジャンプ2、無事クリア。いろいろ、まあ、コンプみたいな形はちょっとできなかったですけど、最後もね、装備は、整わないままでしたけども、まあまあまあ、特に、そこまで引っかかることもなく、なんか悩むこともなく、まっすぐ来れて、なんか、レトロゲーム、レトロな RPG っていう感じで、そのまま楽しめたっていう感じでした。はい、好きなキャラも存分に味わえたし、キャラの成長の、必殺技の成長とか、そんなも感じ取れて、非常に面白いゲームだったと思います。はい、長々とここまで無編集で、おそらく動画上がってますが、見ていただいて皆さんありがとうございました。こんな感じで他のレトロゲームたくさんやってますので、まだよろしければ他のゲームも覗いてみてください。あと、ファミコンジャンプ1、見たことないという方、プレイしたことない、クリア見たことないという方、めちゃくちゃ苦労しながら、わけのわからん、なんか、展開を、こう、乗り越えながらクリアまで行ってますので、そういった動画もありますので、よろしければ、他の動画も見てみてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。